今からモルトネクストの、まあ、デッキを紹介したいと思います。じゃあまず1枚のところか。まず倍返しアナミが1枚、トアの流星カイザーが1枚、腐敗のダイハート流星が2枚、熱血竜バトルクロスバトルが2枚、ジャックポントエントリーが2枚、外務装が2枚、セブンカツが2枚、ワーリン銀河が2枚、ワーリン銀河が3枚、フェアリーの火の粉祭りが3枚、でメガマナロックが3枚、ジョニーウォーカーが4枚、ミテルギブーストが4枚、グレンモルトヘッドが4枚、メンデルスゾーンが4枚で、最後モルトネクストが4枚です。ご視聴ありがとうございました。